はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三円と分点丸一をお送りします。で、タイトル変わりました。で、最初なんでね、ポイントがあります。で、ポイントを含めて全部で5問ありますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずやることは、複素数平面の話なんですけど、複素数平面で内分点と外分点やっていきます。で、複素数平面自体がちょっと苦手な方なんかは、もうやることが増えるとね、みたいななるかもしれないんですけど、今まで内分点、外分点、何度か出てきてて、ベクトルとかでもやりましたけど、考え方全く同じです。で、一応公式、教科書とか載ってるやつね、書くんですが、それで覚えなくても大丈夫です。いいかな。で、ひとまずね、2点 AB、アルファベータね、それぞれ複素数で表しているものの、線分 AB ありますよね、つなぎたやつ。それを M 対 L の比に内分する点と外分する点を考えます。いいかな。で、まず書いちゃおうか。内分する方が、その M 対 L の数字を分母は足します。で、自分がやるやつですけど、AB を今 M 対 L に内分するんですよ。その時に×掛けなんて言い方をよくするんですけど、自分はね、×に掛けます。で、今 A は α を表してて、B が β ですよね、表してるのが。だから N と α を掛けるんで、それを分母に持ってくる、分子だね。で、プラスこっちを掛けると mβ と、よいしょ、消えちゃったね。これが分子になります。これだけだね。で、外分点に関しても、そのまま前やったのと同じように、片方にマイナスつけます。こうやって、マイナス N って。で、あとは同じです。まず分母は M とマイナス N を足すので、一応、普通にカッコつけなくていいんですけど、M 足す、マイナス N ですね。M マイナス N で構わないんですけど、一応マイナスつけて足しましたってわかるようにね。で、×かけるから、マイナス N と α で、マイナス n アルファプラス、こっちはね、符号変わらないから m ベータと、これだけです。はい。で、これは本当さっきも言ったように、新しいことはやってなくって、そのベクトルとかその投資と同じ説明です。バツ掛けですね。内分点はバツ掛けして、外分点に関しては片方にマイナスつけてバツ掛けをするというふうにやってください。なので、それを使えばサクッといけます。で、下の問題。まず、アルファが2プラス 4y。ベータが7マイナス i を表しております。で、それは AB について、内分点、外分点、最後、中点ですね。これをやっていく。で、公式使ってやっていきましょう。これも、さっきと同じですね。内分点なんで、この赤の方を使うんですが、よいしょ。3単位になります。3足す2で、5分のですよね。で、5分の、で、分子かけます。で、バツ掛けだから、こういう状態なんで、今、アルファベータ、AB を3対2に内分だから、こうかける。だから、2とアルファをかけるので、これに2をかけます。で、ちゃんと書いてもいいんですけど、もう分配法則で配るの目に見えてるので、2が4、プラス 8i と。で、こっちの3をベータにかけるんで、プラス21、マイナス 3i と。じゃ下行きましょう。で、5分の、まずこっちが25。で、こっちがプラス 5i と。で、よくね、言いますけど、この状態、ほにゃらら分のほにゃらら足すほにゃららみたいな、マイナスでも構わないですけど、こうなったら全部、同時約分っていう言い方を自分はするんだけどね。こことここだけってダメだからね、約分。こうじゃなくて、この3箇所同時に約分できるときはしてください。で、全部5で一気に割れるので、1、5を1ですね。つまり答え5プラス i、 これで終了となります。で、次、外分点なんでマイナスつけるんですけど、マイナスつけるのは小さい数字の方につけてください。さっきのね、 m 対 n だとこっちにつけなきゃいけないのかなみたいな感じもするんですけど、こっちで大丈夫です。マイナス2でね。で、あとは普通にやっていきます。で、下が、マイナス2たす3で1分のになるから、もう分母は消しちゃいましょう。1分ので消えるからね。で、あとは×にかけていくので、
まあこういうふうにね、やって、まあこう書けばいいと。だからまあ3とアルファ書けるから、32が6、プラス 12i。で、マイナス2とベータを書けるので、マイナス14、プラス 2i。で、これあとまとめると、マイナス8、プラス 14i で、これで終了です。で、ラスト、中点行きましょう。で、中点も、まあ、どうだろう、教科書とか参考書によっては、内分する点、外分する点、まあ、中点みたいな公式書いてあるかもしれないんですが、まあ、一応書いておくか。スペースあるもんね。中点はですね、2分のアルファ足すベータ。これが公式です。2分のがもう固定されてて、アルファとベータ足してねっていう、それだけ。で、一応なんでこうなるかっていうと、中点っていうのは、こう、A と、まあ、AB ありますよね。中点で真ん中ですよね、ちょうど。で、中点っていうのは言い換えると、線分 AB を、中、真ん中だから、1対1に内分する点なんですよ。書こうか。1対1に内分する点なのね。つまり、内分で考えたら、これ公式使うと、1対1だから2分のですよね。で、2分の、ここ1。ここ1だから、アルファ足すベータが残って、これが導けるんですよね。まあ、つまりあれで解けるよっていう。で、もちろんこれを度忘れしてしまっても、1対1に内分ってことだよねって思い出してくれれば解くことができます。普通にね、公式で。まあ、足すだけなので、2分の、これは、下全然いけんだよね。2分の、一応書きます？まあ、足しちゃっていいよね、もうね、暗算で。9、プラス 3i。で、まあ、この書き方でも大丈夫かなと思うんですが、一応分けましょうか。2分の9と2分の 3i でね。2分の9プラス2分の 3i と。これで終了です。まあ、最初に話しましたけど、まあ、ベクトルとかでやったのと、本当やり方は全く同じなので、あまりこう気負いせず、ね、ぜひこんな感じで解いてみてください。では今回は高校数学の数三円と分点丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、このタイトルというか、まあ円と分点ちょっとシリーズで続きますので、まあ次回もこれね、丸2が続きますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。